ありがとうございます。英雄様、どうか村を救援してください。各地で民兵が孤立しているようです。早く助けなくては。敵は山賊ではなく、どこかの軍隊のようです。なぜ村を襲うんでしょう。見やがったか。さっさと村を奪っちまうぞ。俺が相手になろう。行くぞ。残しまなる者を打ち破った。感謝します。ですが、我らにもう勝ち目はありません。戦いに出た者たちは一人も帰ってこず、残った者も疲弊して戦う意欲もありません。門を閉じろ。略奪はこっそりゆっくりやりたいからな。敵が来た。隠れよう。でも見つかったらどうすれば。危険だ。助けに行かねば。
ここなら誰の目も届かないな。お前たち始めるぜ。何を始める気だ。略奪に決まってるだろ。真面目に働くより何倍もいい思いができるからな。誰だお前。帝国軍精鋭分隊隊長有馬はじめだ。ああ、帝国だかなんだか知らねえが、見られた以上生かしてはおけねえ。たとえどこにいようとも悪事を見過ごすことはできない。ものすごく強いお方に助けられました。村を狙う賊をお一人で食い止めています。確かに敵の攻勢が弱まっている。英雄殿、どうかその方の援護を。ルバタルト、ご苦労。貴様ごとき、ひねり潰してくれ。よこしもなる者を打ち破ったり。あいつ、ふざけやがって、やっちまえ。お前たちは賊ではないようだな。少し手伝ってくれ。気づいたらここにいたのだが、見知らぬ地とはいえ民の危機を見過ごせない。お前たちの目的が民の救援だ。俺も力を貸そう。クソ、新手はなかなか手強いな。こちらも応援を呼ぶ。一時撤退するぞ。そこは仲間を呼びに行ったか。奴らが戻るまでに体勢を立て直そう。
負けぬ。この感覚、精鋭分隊を率いていた時を思い出す。まあ俺の部下はもっと頼りがいがある。私は真田幸村と申します。あなたの戦ぶり、誠に鮮やかですね。真田、本当にあの真田幸村か。まさか伝説の武将に褒められるとは。見事なお働きです。勝手に村を襲ってんだ。俺がしばき倒してやるから覚悟しろ。見つかっちまった。まずい。でね、敵軍にも英雄が現れました。どうやら味方同士口論をしている模様。なるほど、何か事情があるのかもしれない。戦ぶり、因果応報、さらば我に資格なし。
忍びの技を見よ。突き当てや。もっとやれるはずだ。私も入れてください。すごいです。お邪魔かしら。邪魔なのだよ。この勢いに乗じます。その勢い見せてみせ。せいせい。守備はどうか。なんと力強い。お見事。危ぶさ流忍術こそ天下無双と知れ。ここで終わりだ。消えなさい。これで終わりだ。銀河黄金さらば。金とこの奴らだな。うちのアホブカどもや迷惑かけてすまねえ。こいつらすぐに連れ戻すからよ。お前らからも急を据えてくれねえか。申し訳ありませんでした。謝るくらいなら最初からやるなってんだ。帰ったらきつく急を据えてやるぜ。お前たちには世話かけたな。奪った物資も村に返しておいたから許してくれ。アリマ殿、感謝する。いいよ、頼む。わかった。アリマ殿。四季。ああ。その通りだ。そうだな。感謝する。わかった。あの、さて。そうね。ありがとうございます。おお、なんだと。
そうだな。